このメニュー。今回は、聖女の魔力は万能です、のアニメ版についてレビューします。2期決定、おめでとうございます。ちなみに本作は、ウプ主の母ちゃんが、呪術廻戦と並んで愛好している作品として有名ですね。嘘まつくせえな、おい。あらすじ。OL の高梨聖は、なんか乙女ゲーっぽい異世界に、召喚されてしまったのだ。しかし召喚に巻き込まれた JK のミソノアイラが聖女として、祭り上げられてしまい、無視された聖は暇になる。だが聖こそ真の聖女だったのだ。ということでポーションを作ったり、ヒールを使って怪我した兵士を治療したり、メガネを外したりするのだ。メガネ。という話ですね。ぶっちゃけメガネ外しネタで、擦られ続けるくらいには、臭みがあまり薄いと言える。なんていうか、悪意が薄いのがいいわよね。全体的に OL から、異世界召喚という体裁で、転職、するような作りになってる。全体的にイケメンと交流しつつ、クスし、ヒーラーとして、新しい異世界職業に就くという話ではあるんだけれども、いわゆる、ザマー、要素が、とんでもなく薄くて、その辺の悪意の薄さが、本作の特色とも言えるかもしれない。偽聖女のアイラちゃんも、普通に良い子で、後で合流するのよね。聖を無視してたバカ王子のカイルも、自分の判断ミスへの諦めは悪いけど、アイラに気を使ってたり、根は悪いやつじゃない落としどころ、というか原作だと王子が主人公を無視した理由は、書かれてなかったんだけれども、アニメだと、ここの説明不足も、トゲ抜き、されてて、ジジュカウバがアイラと一緒に転送されてきたと勘違いしてたという描写が追加された。OL と JK が呼ばれたら、どっちを優先するかみたいな。あと原作とコミカライズにあった、ステータスオープン要素が、アニメでは書かれないことで、むしろ違和感が減ってるよ。メディアの違いを理解せよ。この結果、本作のアニメが、どうなったかというと、一言にすると、普通に面白い、という、不思議な作りになってるよ。この、普通に面白い、というのは、悪い意味じゃなくて、異世界に転職した主人公の聖が、周囲の人々と交流してやっていくもの。後半に遠征任務に、ヒーラーとして参加することはあるけど、基本的には派手な展開もなく、穏やかな異世界ライフが進む。言い方を変えれば、イチャモンレッテル貼る要素が、メガネくらいしかないっていうことでもある。人によっては致命的だけどね。2期だとメガネつける展開あるかもだから、ただ総合的には、ザマー要素が薄いことによって、大きなカタルシスはないけど、悪意も薄いという良い作りになってる。100点狙いじゃないけど、現実に75点狙ってくるタイプ。個人的には、このアニメ、異世界食堂の系列だと思う。飯ではなくて、雰囲気が、異世界の中で、穏やかに時間が流れていく感じ。なろう?に限らないけどアニメの面白いところは、原作に沿ったアニメ化を求められてるけど、それに加えて理解力ありそうな改編も求められているんだよ。原作の良さはあるんだけど、連載が進むにつれて見えた強みをアニメで掘り下げた感じ。本作、聖女の魔力は万能です、は、原作初期にあった荒削り部分を整備して、取り捨て選択が結構うまい感じでやってる感じ。その結果、異世界で再就職して、イケメンとラブコメしたりしつつ、のんびり進めてる感じね。起伏はあまりないけれども、のんびり見るには結構程よい、そんな感じの作品かな。スライム倒して、300年と合わせて、元 OL ネタが地味に熱かったのは、良い印象だわ。ユリハーレム気づいてるスライム倒して300年と、方向性の違いとかはなかなか面白いよね。あっちもトゲ抜きがうまかった。ナローに甘々なチャンネルだけど、のんびり見れるまともよりのしっとり日常作品なので、2期は結構嬉しいですね。2期でも大きな話があるという、わけでもないとは思うんだけど、それでも聖たちにアニメでまた会えるのは、楽しみですね。まともに方向性がある作品なら、うまくやっていけるって感じよね。総評としては、やるじゃん。カンコレ1期のディオメディア。どうやったんだ。ってところ、以上です。ご視聴ありがとうございました。